世界新道教本部、国抜き門。奥に、本部境内が見える。世界新道教は、愛知県豊川市に本部を置く、宗教法人である。創始者は、間田で、天地がつび、五神水化風の大神を祀る。教祖間田では1923年に、天理教に入信し、道教の教師を務めていたが、1925年、大西愛次郎に賛同し、本道へ移る。 その後、1933年に、元本道信者であった、勝久野の天理三輪校へ移って、活動を続けていたが、1938年3月13日、大阪府西淀川区で、つくよみ氏名と、国、ハサド氏名の2社が彼女の体に甘くなり、典型者となったとされる。さらに1942年12月23日には10社が、甘くなった。 1943年より、東京都渋谷区大岡山で人助けを始め、1944年1月、渋谷区上地町に移転、同年11月3日、世界振動会を設立した。以後、日では、親様と呼ばれるようになった。戦後、しばらくの間は、東京都恵比寿で活動していたが、1946年3月、愛知県豊川市牛久保に移転。 1949年、現在地である豊川市諏訪に本部を移し、1948年7月6日に宗教法人令による宗教法人として、また1952年7月11日に宗教法人法による宗教法人として発足した。1973年に秀が死去したのに伴い、遺言により、娘の愛田和子が第二代教師となった。 しかし母の死による精神的影響が大きかった和子は療養のため入院。和子の娘である、相田正美が一時的に教師を継承した。1977年、退院した和子が再び教師に収まるが、1981年に彼女が死去した後は、教師の位は空いたままであり、教継を名乗る正美が最高指導者となっている。相田秀は、天理教の階層、 中山美希の表したオフレ先やドロウミコキの文章を独自に解釈し、1838年から100年後に新たなものから天の指図が下されるようになるとした。彼女の言う100年後というのがまさに秀の体に天の月日が甘くなったとされる年である。世界神道教の教義によれば従来の信仰ではひたすら拝むことによって天の加護が得られた。しかし、 ヒでに神が甘くなった後は、拝むだけでは苦毒を積んだことにならず、道を開けねばご利益は得られない。道を開けるとは、心の改良を行うことである。心情や事情は、人の心が、天の心に反したために起こるものであり、心の改良を行えばご利益が得られる。これを、心の神聖復興と呼ぶ。世界神道教は、この新しい信仰のあり方を広く啓蒙する。 ことによって、理想世界の建設を目指すとしている。教祖相田秀の後継者のうち、秀の魂の再生たる典型者を教主と称し、組織の最高位に置く。その他の後継者は、教継と呼ぶ。教継は、新格者であり、信仰の象徴としてあがめられる。信徒の数は、交渉15万人、実数は10万人強と見られる。その多くは、愛知県内に集中するが、 全国的に布教活動を展開している。組織の拡大に伴い、東京に東京教務庁を、仙台に東北教務市長をそれぞれ設置した。2006年現在、51の教会と58の支部を有する。1981年、教学校制度が開始した。入校試験で選抜された信徒がここで学び、卒業後には教師として更新の育成にあたる。 教師の数は約4000人とされる、長考制度も設けられている。卒業者のうち点の許しを受けた者は、お授けを授与され、京都と呼ばれるようになる。この儀式は、毎年11月3日に実施され、一度京都となった者は、何度転生しようとも、お授けをあらかじめ有することができるとされる。本部や支部の清掃などの奉仕活動によって、徳を積むことができるとしている。 また、青年会活動が盛んであり、毎月第3日曜には、会合が開かれる。児童を対象にした、各期研修や、運動会などの活動も行われている。ソレーデン東北教務市長泉協会かつては、部外者の境内立ち入りや写真、ビデオ撮影が自由にできたようであるが、現在は、許可なき立ち入りや境内での撮影行為は不可。部外者が境内を見学する際には、 受付で住所と氏名を記入する。係の職員が案内役として同行するので、詳しい説明はこの職員から受けることができる。ごく限られた空間以外は歩くことが許されず、建物内の見学は不可。境内に入って正面に見える建物、正八角形の建物を三層に積んだ、三重塔、親様の位牌を祀る。九輪の先端に実月の遺装が施されている。 親様を祀る、本部東京教務庁東北教務市長国瀬馬、通知みことのことか、公式サイトの記述による、新宗教教団、人物辞典によれば、7月12日、ありがとうございます。